大阪南を拠点に活動している半グレ集団見聞グループ。その組織のナンバー2にはテポドンという呼び名を持つ男籠池雄介が君臨しています。現在は逮捕され刑務所に服役している籠池ですが、その経歴はどのようなものだったのでしょうか。今回はそんな彼についてまとめていきます。テポドンこと籠池雄介は1986年10月10日に生まれました。出身地については不明となっていましたが、2019年7月に自身のインスタグラムアカウントで地元の三社祭りに行ってきたという投稿をしているため、おそらくは三社神社がある大阪市港区出身だと思われます。そんな彼ですが、半グレとして認識される以前の経歴は分かっていません。見聞グループのトップである相良正幸は過去にアマチュア総合格闘技団体つわものの看板選手であったりするなど、その素性はかなり明らかになっていましたが、やはりそれは彼の経歴が特殊だということなのでしょう。相良の出身団体であるつわものは2013年3月に解散しており、その後見聞グループが作られました。籠池はそこでナンバー2の地位を確立していますが、彼自身はつわもの出身者でも格闘家上がりでもありません。それなのにもかかわらず見聞グループ幹部として裏社会で成り上がっているということは、組織に入る前から不良として生きていたということなのでしょう。実際刑務所に服役していた籠池が2017年に出所してきた際には、知人とみられる人物が SNS に次のような投稿をしていました。南のアウトロー雄介が3年半ぶりに20キロ痩せて帰ってきた。8月1日に完全復活。何でも逮捕される前は大阪南にあるキャバクラで本部長をしていたようで、裏の家業も行っていたそうなのです。その文章が投稿されたのが2017年7月14日で、3年半ぶりとされていたことから刑務所に行ったのは2014年1月頃だと思われます。それと近い時期には見聞こと相良が地下格闘技イベントジアウトサイダーに出場予定だった選手を脅し、出場を辞退させるという事件が起きていました。この事件は解散後の元つわものメンバーとアウトサイダーとの間で起きた利権争いの一環だとされているため、当時の相良はまだ元つわものメンバーとして動いていたということになります。とすると、相良と籠池が出会ったのは2017年に彼が懲役から帰ってきた後なのかもしれません。ただつわもの関係者ではなかったというだけで裏社会には精通していたということを考えると、逮捕前から交流があった可能性も十分に考えられます。いずれにせよ、出所後の籠池は見聞グループの最高幹部となり、活動の幅を広げていました。また表の姿としてはホルモン焼き屋とバーの経営をしていたようです。ちなみにホルモン焼き屋はもともと親の家業だったようで、それを引き継いだとされています。そのようにして表の仕事を持ち、経営者としての顔も持っていた彼は見聞グループの中でも稼ぎ頭だったそうです。つわもの出身者が多い組織の中で無関係だった籠池が上層部にまで上り詰められたのには、そうした能力が影響しているのかもしれません。さらに彼はインスタグラマーとしても活動しています。現時点でフォロワーは約1万7000人、それに対してフォロー数は約7000人となっており、それほどすごいというわけではありませんが、半グレの中ではトップクラスに数字を持っていると言って間違いないでしょう。投稿内容は彼の日常やファッションなどで、その姿に憧れる不良も多くいるといいます。これは以前の半グレには見られなかった傾向です。半グレの走りである関東連合やドラゴンのトップはとても用心深く、周囲をとても警戒していました。顔写真が出回らないように細心の注意を払い、自分が何者か知られないようにしていた人物もいるほどです。実際表に出せない金を多く手にしている彼らは恨みなどを買っていない人物からも狙われることがあります。そのため関東連合リーダーの見立て新一は側近にも自宅の場所を教えていませんでした。しかし籠池の行動はその真逆です。自ら目立とうとし、積極的に注目を集めています。これはかなりリスキーなことに思えますが、実際には彼の戦略の一つなのかもしれません。というのも、籠池はインスタグラムを通じて彼に憧れを抱いている地方の不良を集め、勢力拡大を図っていたそうなのです。それは大阪南における不良のアイコン的存在となっていたからこそできたことだと言えます。ですがそれが SNS を通じて目立つというリスキーな行為に釣り合っているのかというと、何とも言えないところでしょう。とはいえ、彼のことをカリスマと呼んで慕っていた不良がいるというのは事実のようです。周囲の人間からはテポドンは敵を作らないタイプだった、盛業で金も稼いでいたし、世渡りがうまく人望もあった、彼は南の裏社会ではスターですと語られています。
そのようにして大阪の裏社会で絶大な支持を受けていた籠池ですが、彼の呼び名であるテポドンとはどのような意味なのでしょうか。実はこの名前の詳細については触れられておらず、実際のところは分かっていません。ネット上で囁かれた噂としては、彼が韓国人なのではないかというものがありました。テポドンというのは北朝鮮のミサイルの名称であり、そのことから浮上した噂のようです。ただ、籠池は大阪出身の日本人なのでその説はないと思われます。ですが、テポドンという名称はミサイルのコードネームでしかなく、そのような単語があるわけではありません。そうなると、ミサイルから取ってきた名前であるということには違いないようです。それらのことを踏まえてテポドンの意味を考えると、おそらくはまるでミサイルかのごとく危険な男といったところでしょう。関東連合 OB の村井祐介が爆弾との呼び名で知られていることからも、似たような意味なのだろうと推測できます。関東連合壊滅後に台頭してきた半グレとして有名な建文グループですが、彼らの名を全国に知らしめたきっかけは NHK が制作した特番、半グレ、反社会勢力の実像に出演したことでした。その番組については、建文グループのリーダー建文こと相良雅之についてまとめた動画で触れているので、今回は軽くしか触れませんが、放送内容は相良と籠池の二人が裏社会でカリスマ的な扱いを受けながら派手な生活を送っているというものでした。本来は犯罪行為を繰り返している半グレであるのにもかかわらず番組ではその事実を否定しています。この放送がされた日、建文グループの活動拠点である大阪南はお祭り騒ぎだったそうです。芸能人にでもなったつもりなのか、彼らをはじめとする半グレは威張るように通りを歩いていたといいます。そのようにして建文グループをクローズアップした特番でしたが、放送後は大きな波紋を呼ぶこととなりました。反社会勢力である彼らのことを美化する内容だとして批判が殺到したのです。この放送内容には警察庁も激怒し、大阪府警には抗議の電話が入っています。結果的に警察組織からの怒りを買った建文グループはその後厳しい締め付けを食らうこととなりました。その中で籠池は逮捕されています。最初の逮捕は番組放送からわずか1ヶ月後の2019年8月26日のことでした。彼は警察の中でも暴力団等の組織犯罪を取り締まっている大阪府警組織犯罪対策部に恐喝の疑いで逮捕状を取られています。それによると、籠池は自身が経営する飲食店の店員に対して100万円持ってこい。持ってこないと周りを使って動かすことになるぞなどと言って脅しつけ、十数万円を奪い取ったとのことでした。さらにその後も被害届が立て続けに出されたことで、短期間に3回も逮捕されることとなったのです。これらの被害届は過去に起きていた事件を後になってから報告しているわけなのですが、それにも NHK の特番が関係しているといいます。犯罪者でありながらも、番組に映し出された籠池や相良はカリスマ扱いでした。挙句の果てには派手な生活を送っている姿まで見せつける始末です。彼らからの被害を受けた人々がそんな放送を見たら、被害届を提出していなかった過去の事件を掘り起こしてやろうと思うのは当然のことでしょう。そのような背景もあり、繰り返し逮捕され続ける彼らでしたが、2020年2月19日に突如として籠池が YouTube での動画投稿を開始しました。そしてその動画内容はこれから懲役に行くというものだったのです。大阪南の裏社会ではカリスマと称された彼でしたが、ネット上では大バッシングを受ける結果となり、現在コメント欄は封鎖されています。その後さらにもう一本の動画を投稿し、それを最後に更新はストップされました。ただ、インスタグラムのプロフィールには懲役を終えてから本格的に投稿すると記しているため、出所後は YouTuber としても活動していくつもりのようです。いかがでしたでしょうか。大阪南における裏社会のスターとして名を馳せていたテポドンこと籠池祐介。目立とうとしてテレビに出演した結果、大阪府警の怒りを買って墓穴を掘る結果となりました。あれほどまでに警察組織を怒らせてしまった以上は刑期を終えたとしても厳しくマークされ続けることでしょう。それではご視聴ありがとうございました。